マイク・ミラー、マイク・ミラー、マイケル・ロイド・ミラー、1980年2月19日体は、アメリカ合衆国のサウス・ダコタ州、ミッチェル出身のプロバスケットボール選手、NBA のマイアミ・ヒートなどに所属していた、身長203センチメートル、体重99キログラム、1998年から2000年まで、フロリダ大学に通う、2000年には、 センター以外のポジションをこなす、中心選手として、ユドニス・ハスレム、ドネル・ハービーらと共に、チームを NCAA ファイナルへ導く。2000年の NBA ドラフトでは、アーリー・エントリーによって、彼の地元である、オーランド・マジックから全体ごに指名を受けた。チームは、トレーシー・マグレディとグラントヒルという大型補強、済ませたばかりで、ミラーにかかる期待は即戦力というものではなかった。 しかしながら、ヒルが故障によって、戦線離脱すると、ミラーはスターターに抜擢され、徐々に NBA という厳しい環境に慣れていった。この年、ルーキーオールスターにも出場し、苦労しながらもシーズン終了までマジックの一員として、活躍した。結果、ミラーは、ルーキーオブザイヤー、新人王を獲得した。しかし、新人王にしては、 平均11.9得点は物足りないという意見も多く聞かれた。2年目以降は、昼の故障が重なったこともあり、すっかりスターターに定着し、着実に頭角を表していった。そして3年目である02から03シーズンの途中、ドリューグッテンなどとの複数トレードで、メンフィスグリーズリーズに移籍した。シーズンも終盤に差し掛かっていたので、残り16試合の出場に止まったが、 ドアマットチームからの脱出を図っていたグリズリーズにとってミラーにかかる期待は実に大きいものだった。03から04シーズンは出場した65試合の全てにおいて先発出場を果たし、チームも創設以来史上初めてプレーオフに出場した。成績はマジック時代と比較すれば減少したもののチームに貢献した。 05から06シーズンはこれまでの先発出場が一点、シックスマン、ベンチ出場ではチームへの貢献や出場時間が筆頭の選手として起用されることになった。74試合中、先発出場はわずかに9試合のみだが、平均出場時間は30分を超えた。ミラーはシックス,スマンとしても安定した活躍を続け、その年のシックススマン賞を獲得した。 2007年1月3日のゴールデンステート、ウォリアーズ戦ではそれまで、サムマックが持っていたチーム記録を更新する9本の3ポイントシュートを決めた。2月21日のゴールデンステートウォリアーズ戦では、クリズリーズのチーム記録となる45得点を挙げた。08から09シーズン前、ブライアン・カーディナル、ジェイソン・コリンズ、その年のドラフト全体5位で指名された、 ケビン・ラブとのトレードで、マルコ・ヤリッチ、アントワン・ウォーカー、クレッグ・バックナー、ドラフト全体3位で指名された、OJ 名誉と共に、ミネソタ・ティンバー・ウルブズへ移籍した。ミネソタでは、出場時間はさほど変わらないが、平均9.9得点など、キャリア最低をマークするなど低調なシーズンを送った。2009年6月23日、 ランディホイと共に、オレクシー・ペチェロフ、エタン・トーマス、ダリュス・ソンガイラ、ドラフト一巡指名権とのトレードで、ワシントン・ウィザーズへ移籍した。ウィザーズでは、ギルバート・アリーナスの出場停止、カロン・バトラーや、アントワン・ジェイミソンらのシーズン途中で移籍など、チーム状態は良くなく、ミラー自身も肩の故障で54試合の出場に、止まった。2010年7月15日、 マイアミヒートと5年2500万ドルの契約を結んだ。プレシーズンの練習でレブロン・ジェームスに対する守備を行った際に負傷数週間をサイドラインで過ごした。同年12月20日に戦列に復帰2011年1月22日には風邪をひいた同エインウェードに代わり先発出場し32得点を挙げた。その後2012年 2013年とヒートの2連覇に貢献した。2013年6月16日、アムネスティ条項の適用でヒートからウェーブされた。2013年7月30日、メンフィスグリーズリーズに移籍した。安定した出場機会を得て、ただ一人レギュラーシーズンプレーオフ全試合に出場した。2014年8月5日、 フリーブランドキャバリアーズに移籍した。12月19日に、キャブスでの先発初出場で、3ポイント8本中7本を決め、21得点を記録し、ブルックリンネッツ戦の勝利に貢献した。2015年6月27日、ブレンダン・ヘイウッドと将来のドラフト2巡目指名権と、共に、ポートランドトレイルブレイザーズに、金銭トレードされた。 ポートランドトレイルブレイザーズのバイアウト後、クリアウェーバーとなり、2015年9月30日、デンバーナゲッツと1年契約を締結。2016年7月18日には2年間の延長契約を結んだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。